皆さんこんにちは。今日は出来上がりましたジグソーテーブルとルーターテーブル、ルーターテーブルを使って工房のアイテムを作ります。まず先にジグソーの刃ですが、これは在来の刃です。テーブルに使う刃はロングです。ただアサリが少し強いようなので、先にそのアサリの調整をします。ジグソーの刃を外しました。このへん色部分が刃の働き部分です。やはりアサリが強いようです。1.5 ミリ。1.3、1.4、1.3。アサリを取ったものをつけてみました。試し切りです。少しバリが少なくなったようですね。では、工房アイテムを作ってみましょう。では、工房アイテムを作ります。これは大工が使う差し金です。
次はルーターテーブルで R 面を取ります。4面ともきれいな R 面が取れました。はい、おしぼを作りました。